下絵を選択しコントロールプラス移動でコピーします。線ツールでドマコン部分をなぞり、ドマコンクリートの面を作成します。R 部分は2点円弧を使います。最後まで線を描いても面にならないときは、どこかつながっていません。範囲選択してみます。つながっていないところが発見できました。作成した面をコピーか移動して作業をしやすくします。わかりやすい位置を起点としてください。この面に勾配をつけますが、道路側の勾配 4mm は小さすぎてスケッチアップが反応しませんので奥行きのみとします。最初に道路が36ミリ下がっておりますので、全体に36ミリ下げます。グループにしておきます。そして一番奥側を回転ツールで、162ミリメートル上げます。ガイドラインを忘れていましたので、作成します。奥側を 162mm 上げます。余分な線は消します。次は目地のラインをコピーして移動します。起点を書いておきます。
線を整えます。目地の線を上に上げます。青い線に沿ってシフトキーを押しながら真上に上げます。次に赤い線に沿ってシフトキーを押しながら移動し、基点に合わせます。そしてサンドボックスツールのドレープをクリックし、投影したい面の上にカーソルを合わせると赤いマークが現れます。クリックすると面に投影します。投影した面を選択して、目地がしっかり切れているかを確認します。上に残っている目地の線は不要ですので消します。色をつけてみます。元の図面に重ねてみます。ぴったり重なりました。次に駐車場の白線を描いてみます。適当に四角を描きます。ねじれた面を作成します。画面右下に入力している数字が出ています。
4辺を選択します。サンドボックスツールの投稿線からをクリックするとねじれた面ができます。色をつけておきます。あらかじめ用意しておいた白線の図を選択しねじれた面の上に置きます。そしてサンドボックスツールのドレーブをクリックします。白線ラインがねじれた斜面に投影されました。白く色をつけてみます。すべて白線が描かれました。